はい、ということで CM 明けですが、さっき言った通り、これから力の釣り合いっていう話をします。まあ、力の釣り合いって多分中学校とかでも習ったと思いますが、その、力の合成とかの話との、論理的な関係っていうのが多分そこまで明らかに習ったわけじゃないんじゃないかなと思うんですが、まあ、物理ではそのいろんな知識の論理的な関係が大事だと最初の方に言ったので、力の釣り合いっていうのは、何かっていうと、実は力の合成の特別な場合ですよということを意識しておいてほしいわけです。なのであえてここで力の釣り合いの話を入れました。で、これは復習になってしまうかもしれませんが、力の釣り合いっていうのは、どういうことだったかというと、まあ、典型的な図を描くとこういう感じですよね。2つの力が働いてて、まあ、F1、F2 としましょうか。 F1、F2 という2つの力がこう働いてるんですが、この場合、ただし、まず2つの力の大きさが全く同じですよ。大きさが全く同じで、で、この働いてる向きが一直線上で全く反対方向に働いているというわけですね。こういうふうな、まあ、状況、典型的な力の釣り合いの状況ですよね。こういう場合を考えると、大きさが同じで、今言ったことを字で書くだけですが、大きさが同じで、反対向きですよ。っていう時にどうなるかというと、さっき、説明した F ネット、合成した力 F ネットはどうなるかっていうと、この2つの力を F ネット、2つの力、正味の力、まあさっき言い忘れたんですが、これは合力と言います。すみません、さっき言い忘れたので非常に申し訳ないんですが、これは合力と言います。正味の力 F ネットのことで、で、この合力はどうなるかというと、この F1 と F2 のベクトル的な和なので、ベクトル的な和を考えると反対向きで全く同じ大きさなんだから、まあ、その足し算の図を書いてみると F1 がこれで、で、その頭から、この頭から反対向きにこう F2 っていうのをこう伸ばしてきて、で、この始点と終点を結んだベクトルっていうことになるわけですが、これ始点と終点全く同じですよね。同じ距離だけ行って、同じ距離なわけだから、これ同じ距離行って帰ってくるだけになるから、結局始点に戻ってしてきてしまうわけで、この足し算したベクトルは始点と終点が一致している、始点と終点が一致しているベクトルっていうのをこういうふうに書きます。ゼロベクトル、つまり長さがゼロっていうことで、まあ、始点と終点が一致してるんだから、まあ、それはそうだなっていう感じがすると思ってほしいんですが、つまりゼロベクトルになるというわけです。で、この0っていうのは大きさが0っていう意味です。で、こっち行く、で、つまり F ネットっていうのは、正味の実質的な力だったわけだから、実質的な力が0、つまり実質的に言うと力が働いてないのと同じっていう状況を表しているわけです。で、こういうふうに、力がたとえ働いていても、その働き方の状況によって実質的に、働いている力が、力が働いてないのと同じような、
状況になっている時があるわけですね。こういうのを、力が釣り合っているというふうに、言うわけです。なので F ネットが0ベクトル、大きさ0のベクトルになっている時に、大きい力が釣り合っているというわけです。で、絵に描いてみると、まあ、今典型的な状況を描きましたが、ああいう、2つだけの場合じゃなくてもよくて、まあ、いくつもこうやって力が働いててもいいわけですね。 F1、F2、F3、F4 とか、まあ、これでも、足して F ネットが全部ベクトルの和を取ったときに、大きさ0のベクトルになれば、この F ネットイコール0、つまり力が釣り合っている、状況になるわけです。はい、これが、力の釣り合いっていうやつなんですが、まあ、今この話はただ力が釣り合っているっていう言葉を定義しただけなので、だから何なんだっていうことをこれから言わなきゃいけないんですが、だから何なんだっていうと、力が釣り合っているっていう状況の時、まあ、何が起こるかっていうと、それは、さっきの動画で、述べたこの時、力が釣り合っている時っていうのは、式7の2、さっき書いた式7の2っていうのは、これですね、F ネットイコール MA、式、これを思い起こしてもらえるとこの力が釣り合っているということは、これが0なわけだから、すなわち、この式より加速度が0と加速度も大きさを持たない0ベクトルになっているわけです。で、つまりどういう結論が得られるかっていうと、これをぎっくりマークで書いておくと、力が釣り合っているとき、力が釣り合っているとき、物体の加速度、加速度 A は0になる。っていう、結論が得られるというわけです。つまり標語的に言うと、力が釣り合っているとき加速度は0というふうにまとめられるわけですね。で、ただしちょっと書いておく注意してほしいのは、あえて改めて書いておくと、これは完成形のときだけです。完成形で見たときだけ、ニュートンの法則が成り立つし、さっきのニュートンの法則が成り立つのが完成形の時だけなんだから、したがって、この力が釣り合っている時、加速度が0っていうのも完成形の時だけの話です。で、これで、まあ、力の釣り合いの話はおしまいで、最後に、力の合成っていうのをやったので、最後に分解、合成の逆の、操作の話をして終わりたいと思います。力の分解。分解っていうのは、どういうことかというと、まあ、今口で言ったように、これは合成と逆で、ちゃんと言葉にして書くと、もともと一つだった、つまりこの場合は単一の原因による、力ですね。単一の原因だけが働いている時の、もともと一つだった力のベクトル、トルを、この逆に、あたかも複数の原因が働いているかのように
見なすっていうことですね。つまり、一つだったベクトルを、2本、うん、まあ複数の都市を2本とは書いてある複数の、ベクトルの場で表す。まあベクトルのとこでもこういうのを分解っていうふうに言いましたよ。だからまあそれの単なる力バージョンというだけです。場で表すというのを分解と言いますよという話で、まああの。イメージが湧かないかもしれないので、図で書いてみると、まあ、例えばすごく典型的な分解の図を書くとこう斜面があって斜面の上にこう四角い物体がありましてでこれに重力が働いてますよというような状況で例えばよくやる分解っていうのはこのベクトルをこの斜面に垂直な方向と水平方向に、分解しますで、失礼、まあ、こういうふうな2本の、ベクトルの輪で、表しますよという、まあ、こういうふうな操作のことを分解と言います。で、まあ、分解するのはまあ、勝手なんですが、まあ、これで何をしたいのかというのが本当はすごく重要で何のためにこれやるのかっていうのは、後々説明します。とりあえず、まあ、今は、こういうものがありますよと、いうことだけ、ちょっと頭のどっかに置いておいてほしいと思います。ということで、一通り、力の合成分解の話はこれでおしまいなので、こういう下準備をした上で次の、いろいろな力の続きをやっていこうと思います。お疲れ様でした。